グランスノー奥いぶきは、滋賀県米原市神津原奥いぶきにある、関西エリア最大級の規模を誇るスキー場。1970年に開業。2019年に開業50周年を迎えるにあたり、名称を奥いぶきスキー場からグランスノー奥いぶきに変更した。本項目では、スキー場の運営者である奥いぶき観光株式会社についても記載する。 大阪より1時間50分、京都より1時間20分、名古屋からは55分と軽阪神、中京圏ともにアクセスが良く、日帰りのスキーヤー、スノーボーダーには最適のスキー場である。駐車場からは動く歩道、アルカンデで移動ができる。積雪量、雪質ともに恵まれゲレンデ一面で、パウダースノーが楽しめる。関西エリア最大級のスケールを誇るそのゲレンデは、 自然の地形を生かし変化に富んだレイアウトでビギナーからエキスパートまでレベルを問わずに楽しめるコースが揃う。グリーンシーズンにはキャンプ場やモーターパークを営業している。その一方で2020年からは毎日放送が気象情報用の定点カメラを敷地内に常設している。関西エリア最大級のスケールと全12コースの多彩なコースバリエーション。 何度滑りに来ても飽きのこない奥深いレイアウトが人気。標高が高くパウダースノーにも恵まれるゲレンデでは状態を見極めた圧雪で常に最高のバーンコンディションがキープされている。一枚バーンが広がり初中級車でも快適に滑走が楽しめる杉の木ゲレンデ縦長の緩斜面が人気のファミリーコース尺投げゲレンデから30度を超すハードなコブ斜面。 チャンピオンコース、最大車度46度の最上級車向け、ニューチャレンジコースに至るまで、自然の地形をイかし変化に飛んだコースで、ビギナーからエキスパートまで幅広く満足できるコースが、揃う。全8機が設置されている。2018年にメインリフトがリニューアルされた。秒速は2018年現在では、秒速5メートルで、約800メートルの距離を2分半で結ぶ。 このリフトは2018年現在では国内最速のリフトであり、乗降時は秒速1メートルとなるため乗降も容易にできるようになったと評価される。静ヶ岳リフト奥いぶき観光株式会社はグランスの奥いぶきの運営企業、スキー場所在地に本社を置いている。2019年には静ヶ岳リフトの運営を大見鉄道から譲渡。 同年7月6日に運行を再開した、静ヶ岳リフトについての詳細は公式サイトを参照。ありがとうございます。